どうも、健康寿命を伸ばす活動をしております、伸ばすとヘルスコーチの中村直樹と申します。このチャンネルではエッセンシャルヘルスケアと題して皆様に健康に関する情報をシェアしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ミトコンドリアストレスによるミトカインについて紹介していきたいと思います。ミトカインと書いてマイトカインと読む場合もあるそうなんですが、前回紹介させてもらいましたマイオカインと非常に名前が似ているということで、このチャンネルではミトカインで統一していきたいと思います。はい、でミトカインもサイトカインなんだということなんですけれども、サイトカインはですね、細胞が分泌するホルモンのような物質のことなんですが、厳密にはホルモンではないんですが、ホルモンのような生理活性反応を起こしてくる物質ということで、サイトカインというふうに名前がついているんですけれども、分泌する細胞によって名前が違うんだということなんですね。はい、B 細胞と書いたのはリンパ球なんですが、リンパ球が分泌しているのがリンフォカイン、マクロファージが分泌しているのがモノカイン、肝臓だとヘパトカイン、心臓だとカーディオカイン、脂肪だとアディポカイン、そして前回やった筋肉だとマイオカインだということでして、その分泌する細胞によって名前が違うということなんですけれども、今回紹介するのはですね、ミトコンドリアによって誘発されてくるサイトカインということで、ミトカインというふうに特別に名前がついているということなんですね。はい、ミトコンドリアはですね、細胞ではないということなんですね。はい、ここに細胞の絵をですね、左の端っこに描いたんですけれども、これはですね、典型的な細胞なんですが、このように細胞の中にはですね、細胞内小器官というですね、いろんなものがあるんですけれども、ミトコンドリアはその一つであるということなんですね。はい、で赤血球以外のほぼすべての細胞にミトコンドリアがいますので、ほぼすべての細胞からですね、このミトカインを分泌することができるというふうに考えられるんですけれども、そのためにはですね、ストレスが必要なんだということですね。はい、専門的には UPR というそうなんですが、ミトコンドリアの UPR、これは変性タンパク質応答ということで、タンパク質が傷つくとというような感じだと思います。はい、ミトコンドリアが酸化ストレスなんかによって傷つくと、分泌されますよというような感じですね。はい、ということで、細胞ではないんだけれども、そのサイトカインで、ミトコンドリアによって誘発されるものをミトカインというふうに特別に呼んでいるよというような感じですね。はい、ですが、酸化ストレスを、私たちが有用に使おうと思うとですね、やっぱり筋肉だということでして、マイオカインとしてのミトカインですね、もちろん筋肉にもミトコンドリアがいますので、マイオカインとして分泌することができるよということなんですね。はい、ですから前回の続きになるんですけれども、はい、様々なですね、健康効果がありますね、マイオカインには。はい、絵で表現させてもらいましたが、前回紹介させてもらった通り、筋肉を強くする、それから骨を強くする、脂肪を減らしてくれる、脂肪を褐色化するということですね。より脂肪酸を酸化してくれるということで、脂肪を少なくしてくれる、茶色い褐色化された脂肪に変えてくれるということですね、脂肪細胞を。はい、それからインスリンを分泌して、インスリンの感受性を改善させてくれるとか、免疫を改善してくれたりとか、血流を良くしてくれたり、脳機能を改善してくれたりというようにですね、さまざまな健康効果があるんだということで、前回紹介させてもらいましたが、その中に、ミトカインですね、はい、ミトカインが含まれるということなんですけれども、はい、FGF21 と GDF15、こちらがミトカインだということなんですね。はい、で、それぞれですね、非常に健康効果がありまして、まず FGF21 なんですけれども、適度なストレスによって、健康効果を出すことをですね、ホルミシス効果というふうに言うんですが、まさにこの FGF21 はホルミシスだということなんですね。はい、このホルミシスについても以前ですね、最強のアンチエイジングということで紹介させてもらってますので、ぜひご覧になっていただきたいんですが、寒冷暴露とか運動、それから授乳中もそうだということなんですけれども、あと有名なのがカロリー制限ですね。こういったものがですね、NRF2 という転写因子を活性化してくれてですね、それによってさまざまな健康効果を出してくれるんですが、その経路の途中に FGF21 いますよということですね。はい、それ以外にもいろんな要因によって FGF21 が増えるんですけれども、
まあ、悪いパターンの場合ですね、過度なストレスでもまあ FGF21 は増えるよということで、まあ、例えば肥満、拒食症、低体温、腎症ですね、腎症、重大な病気、オートファジーが欠乏した場合でもですね、FGF21 が増加することが報告されています。はい、FGF21 が増えるとですね、まあ、糖質脂質の代謝が改善されるということで、まあ、そのメタボリック症シンドロームですね、メタボリックシンドロームを改善してくれたり、インスリン抵抗性を改善するということで、まあ、これは2型糖尿病ですね、はい、2型糖尿病を治せるということと、あと肝臓でのケトン体を合成してくるということで、まあ、ケトジェニックダイエットに非常に有用であるということですね。まあ、もちろん運動とか、飢餓状態を作るというのはケトン体ができてきますから、まあ、この経路でもあるということですね。それからフェロトーシスを抑制することができるということなんですが、これも以前紹介させてもらいましたが、皮膚1アルファを活性化してくるとですね、まあ、鉄代謝が異常になるんですけれども、鉄が増えすぎると、まあ、その細胞の中で脂肪が酸化してしまうということですね、はい、脂肪酸を酸化してエネルギーにするんではなくて、そこにある脂肪を、まあ、酸化して錆びさせてしまうというような感じですね、はい、そうすると非常にたくさん酸化ストレスができてしまって、その細胞は死んでしまうということなんですけど、そういうのをフェロトーシスというんですが、これをですね、抑制してくれるよということで、フェロトーシスから守ってくれるよということで報告されています。はい、ということで、まあ、まとめますと FGF21 はですね、まあ、濃度が高くなると肥満を抑制してくれるんですね、はい、生活習慣病とか肥満とかを、まあ、治してくれるよということですね、改善してくれるよということになります。はい、でもう一つの GDF15 も同じようなものなんですが、まあ、こちらはですね、老化とかさまざまな疾患のバイオマーカーにもなっているよということなんですが、どういうことかと言いますと、老化ですね、それから慢性炎症性疾患、まあ、生活習慣病とかも全部そうですね、はい、心血管疾患、腎疾患、がんなどなどによってですね、まあ、こういったものは過度なストレスだということなんですが、まあ、GDF15 がですね、非常に高くなってしまうということなんですね。はい、で適量の 0.2 から1ナノグラムパーミリリットルという濃度だと非常にいいんですが、これが10倍以上の10から100ナノグラムパーミリリットルになってしまうとですね、まあ、非常に吐き気がするということらしいんですね。はい、症状としては、吐き気が最も強いようなんですが、まあ、生活習慣病なんかでもひどくなったりですね、それからがんでもそうなんですが、吐き気があるわけですね。はい、がんの悪液質というのは、がんの生き方がどんどん痩せてっちゃう状態なんですけれども、まあ、吐き気があって食べれないということなんですね。はい、あと妊娠中のつわりでもそうですね、吐き気があると思うんですけれども、これも GDF15 が高くなっているということが、まあ、要因の一つであるということなんですね。はい、ということで GDF15 高いとダメなんじゃないかなと思うんですけれども、高いと、まあ、このように、まあ、疾患のバイオマーカーとして使えるということで、まあ、高いイコール何かしら体が悪いというふうに、まあ、診断されるわけなんですけれども、まあ、適量であれば非常に健康効果があるよということなんですね。はい、ですから 0.2 から1ナノグラムパーミリリットルに維持できるように、低すぎると健康効果はないんですが、これぐらいの濃度に保ってれば非常に健康効果があるよということなんですね。はい、まあ、食欲を抑制してくれたりとか、まあ、抗炎症効果があるよということですね。はい、ですからこの濃度に保つためにはやっぱりマイオカインとして分泌する必要があるので、まあ、運動ですね、はい、適度なストレスを与えるといいよということなんですが、先ほどの FGF21 と同じように肥満改善効果があったり、2型糖尿病を治してくれたりするということなんですね。はい、でなんと2型糖尿病治療薬、つまり血糖値を下げるお薬のメトホルミンというのがあるんですけれども、まあ、メトホルミンはこの GDF15 を高めるというふうに報告されています。これがですね、まあ、ネイチャーという有名な雑誌に2020年に報告されまして、まあ、非常に話題になったということなんですね。まあ、元々あったメトホルミンは糖尿病に効果があるよということで治療薬として使われていたんですけれども、そのどうして、メトホルミンが2型糖尿病に効果があるのかというのをですね、調べていくと、この GDF15 に行き着いたと
いう感じで報告されたわけですね。はい、ですから GDF15 が、まあ、過剰になるのは良くないんですけれども、まあ、適量に保たれるように分泌してくれてると非常にいいよと、まあ、そういったことですね。はい、ということで、まあまあ、分泌するためにはマイオカインとして分泌するというのがいいわけですから、ミトカインではあるんですけれども、マイオカインとして分泌する、つまり筋肉を動かすということですから、運動するということですね。はい。ということで、今日はミトカインについて紹介させてもらいましたが、最終的にはマイオカインとして分泌することがいいということで、まあ、運動してくださいということになります。はい、ということで、この動画が参考になったという方はぜひグッドボタンとかチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。はい、ホームページに相談窓口がありますので、何か中村に聞きたいことがあるという方はですね、ぜひホームページご利用ください。あとノバストヘルスコーチをですね絶賛大募集中です。はい、一緒に勉強してくれるという方はですね、ぜひノバストのホームページからノバストヘルスコーチのを、まあ、調べていただければというふうに思います。はい、で最後に第4日曜日のですね夕方に無料のオンラインセミナーをやっておりますので、そこでアンチエイジングについて、まあ、それから生活習慣病予防について、詳しくですね、紹介していますので、ぜひそちらにもご参加ください。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。